三。こんにちは。こんにちは。国防部会長の今津博史です。よろしくお願いいたします。岩谷武史です。よろしくお願いします。今日は本日国会が閉じたんですけども、岩谷さん、残念ですね。肝心の防衛大綱、通期表の本会議の議論すら提案されてから1年経ってるのに、民主党はどうしたんでしょうかね。まあ、今日ね、今津さんもいましたが、安全保障委員会の理事会があってですね、まあ、今国会最後の理事会ですよね。で、まあ、私申し上げたんですね、厳しくね。その大体対抗中規模を作るのに1年遅れたことだけでもこれは非常にけしからんことであって、その自分たちが作った対抗中規模を1年以上もですね、国会で議論をしないまま、またこの国会を閉じることになってしまったと。これはもう政府与党としてね、全く責任感を欠いた姿だと、これはもうこう言わざるを得ないと思いますね。大震災の時にもですね、まあ、自衛隊は本当に頑張ってくれて、国民の皆さんが感謝をしているし、世界から見ても日本の自衛隊はすごいという、まあ、評価なんですね。まあ、その自衛隊がそうですね、福島原発の除染作業を担うとか、まあ、本来の任務以外にたくさん仕事が増えてきましたよね。で、その自衛隊の人たちの待遇をしっかりしなきゃなんというのが自民党の考え方 で、で対抗の見直しというのは、やはり自衛隊が頑張れるそういう環境づくりをしていこうということですね。自民党はそうですね。まあ自衛隊の定員を、まあ、徐々に減らしてきた、あるいは予算を削ってきたというトレンドを作ったのは、私どもの政権の時代ですからね。それはやっぱり我々もその反省に基づかなきゃいかんと思うんですよ。ただ今回の大震災を通じて、やっぱり定数装備ともにね、十分でないとこういうことがはっきりしてきたわけですし、まあ、周辺の安全保障環境を考えれば、やっぱりできるだけ早くこの対抗中規模を見直していくべきだというのが我々の考えですよね。で、まあ、その中で今度 PKO をですね、アフリカに派遣をするということになりましたが、これ政府の要人全く行ってないんですね、現地に。こんなことは考えられないことですよね。なんかお住まきながらね、月曜日から渡辺衆副大臣がやっと行くことになったんですか。やっと行くことになりましたね。で、まあ、それに先駆けて、まあ、今津国防部会長と中谷安全保障調査会長ですかね、2人で南スーダン現地に行っていただきました。まずその話をちょっと今津先生から聞かせてもらえますか。まあ、与野筆頭理事もね、今までは与党の時に、まあ、自衛隊を海外に派遣をするときに、必ず大臣もしくは党の幹部が現地へ先駆けて行って行きましたね。環境をちゃんと調査をして、そして戻ってきてから、まあ、大臣が派遣命令を出すということを、まあ、自民党はしてましたね。イラクも行きました、私も。で、今回は、まあ、それが全くないので、内閣府の副大臣が2日ぐらい行ったんですがね、防衛省が行かなければ、そうですね、そういうつもりで、まあ、私と中谷さん行ってきましたけれども、どうでした。結論から言うとですね、現場の安全性というのは、私はおそらく大丈夫だというふうに思います。もし事故があるとすれば、例えば交通事故的なものがあるのかもしれません。それからもしあるとすれば、自衛隊は、PKO 5原則で体を絞られてますから、そういうものを利用してですね、テロリストが何か仕掛けてくるというようなことは全くないとは言えないというふうに思います。ただね、国連の幹部とも会ってきましたが、実は自衛隊の実力というのは非常に高く評価されていて、当面はジュバという、その南スーダンの、首都の、施設関係、道路とか橋とかですね、そういうものを整備してほしいということなんですけれども、おそらくその場所もですね、むしろ北の方に上がって危険な状態のところにお願いをされる可能性もあるし、それから物資の輸送というのはですね、基本的には国連がやってくれるのですけれども、でも日本という国ですから、
自分たちがやっぱりやらなきゃいけませんよね、うん、そういう時に何千キロに及ぶ物質の輸送の最中に、うんうんうん、もちろん道路も何もないわけで、そういうところをですね、こういった時に北の方ではいまだにあの部族の衝突がありますから、うん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 、そういうものに巻き込まれたり、あるいはそういうテロリストにですね、襲われるという可能性というのは十分にあるので、うんうん、あの私は一つはやはりあの自衛隊の頑張れる環境、はい、PKO5 原則を、はい、きちっとするべきだということと、うん、現地のですね、はい、あの石油、うん、あるいは地下資源、うん、これをですね、うん、あの JICA とか ODA とか自衛隊が行って国づくりを根本からお手伝いするんですから、うんうんうん、そのお返しというわけじゃありませんけどね、うん、そういうものではありませんけど、うん、やっぱり日本の国権的にそういう資源を利用する、うん、そういう外交をきちっとやるべきだというふうに思いますね、うんうん、なるほどですね、はい、ただその、まあ、南スーダンはこの間も 2,3 日前もですね、はい、まああのまあ、首都のジュバからはずいぶん離れたところみたいですが、うんうんうん、何かその民族の衝突があって、うんうん、はいはい、何十人かあの死人も出たというのはニュースも、はい、流れてきてますんでね、はい、私はあの今津さんがおっしゃったように本来であれば、はい、そのせめて PKO の見直しを行った上 で、ね、そうなんですね、派遣をするということが本当は適切なのではないかと、はいはい、その公平だけを送って町づくりを手伝うだけだと、うん、だから危険でないのだというだけでですね、うんうんうん、自衛隊を派遣し、うん、追いかけてその法改正がついていくという姿はね、うんうんうん、私はあまり適切ではないとこう思うんですけどね、うん、いかがですかね、うん、それはあの自民党が主張していることなので、うん、ですから派遣がおそらく来年の1月2月はちょっとできないと思うんですね、うん、それはなぜかというと、うん、バングラディッシュが、まあ、6年間、はい、まあ、南スーダンにいましてね、うんうん、その跡地バングラディッシュが、うん、あの国へ帰って、うん、で日本が行ってその宿舎宿営地、うん、宿営地に日本の自衛隊が、うん、あの泊まると宿泊するというような手はずになっていたんですが、うん、バングラディッシュが、うん、あのまだ半年ぐらい仕事があるようなので、うん、とすると日本の自衛隊の宿営する場所がないということ、うん、若干遅れるとすれば、うんうん、その間にね、うん、あの閉会中でも与野党歩み寄って、はい、委員会を開いてですね、うん、そして今、うん、岩屋筆頭が言われたようなことをですね、うんうん、我々政治の責任で、うん、これ与野党を超えてですね、うん、やらなければいけないなということを、まあ、今日も実は、うん、あの理事会で提案しているわけですね。そうですね、まあ、委員長にもですね、私から直接にその件は申し上げました。所管はまあ内閣委員会ということになるんですね、本来は PKO は。しかし派遣されるのは自衛隊員ですから、これは安保委員会で必ずしっかり議論しなくちゃいけないと、うん、閉会中であってもやるべきだと、うん、でまあ、多分あの防衛大臣は変わるんでしょう、あの変わるべきだと思いますが、もし新しい防衛大臣になれば所信をしっかり聞かなきゃいけないと、はい、そしてこの PKO の問題あるいは普天間の問題、あの閉会中であってもですね、自民党はしっかり議論を挑んでいきたいとこう思っております。はい、じゃあ、あの岩屋さん、もう一つ、はい、まあ、たくさん課題がある中で、沖縄問題ですね、はいはい、これあの、まあ、大臣がおそらく変わると思うんですが、うん、しかしあのいつ辞めるということは、うん、あの明快になってない、はい、その間やっぱり沖縄は、うん、待ったなし、うん、それから FX、うん、この選定も待ったなし、そうですね、こういう状態の中でですね、うん、私は野田総理の、うん、まあ、心情というものを考えたときに全く理解できないんですが、うんうんうん、あの人はやっぱり国家というものを考えて政治を行うべきなのに、今は単にですね、うん、保身というかな、うんうんうん、民主党の中で自分が、まあ、小沢グループ、うん、おそらくいろいろ反対勢力があるんでしょう、うん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 、そういうものをやはりあの優先するというか、うん、そういうものに負けてしまった、うん、そういう中にこの防衛大臣の進退問題があるというふうに思われませんか。うん、まあ、あの正直、不適切な人事であったことは間違いないと思いますよね、うんうん、でそのようやく、この日米関係が日本の外交防衛の基軸だというところに戻ってきたことはいいんですけどね、うんうん、今さん、うん、そのためにはやっぱり
民主党政権がむちゃくちゃにしてしまったこの普天間の問題を ね解決をしなければいけない、はいはい、その時にもうすでに沖縄の信頼を失っている、うん、国民の信頼も失っているという防衛大臣ではですね、うん、これは当然こういう仕事はこなせないと思うので、うんうん、そこに鑑みて私は総理自身の判断があってしかるべきだし、うん、何よりもその防衛大臣自身のね判断があってしかるべきだと思いますよ。だからそれができないっていうところがね、我々から見てて不思議でしょうがない。僕は問責を乱発するなんてことは本来あんまり賛成じゃありません、うん、ありませんが、この防衛大臣だけはちょっと仕切り直しをね、うん、しっかりしてもらわなきゃ、はい、仕事が先に進まないと思います、はい、月曜日から私は幹事長と一緒に、はい、訪米しまして、アメリカのいろんな人たちと回ってきますので、まあ、そこら辺の、ね、うん、事情も説明していきたいというふうに、うん、思いますし、はい、何としても岩井さん、うん、我々は日本という国家のことを考えてですね、うんうんうん、党利党略に、うん、そういうものを背負った、うんうん、政治活動とやりましょうね。もちろんですよ、ね、特に安全保障に関してはね、うんうんうん、絶対それをやってはいかんと思いますね、うんうん、今さん、しかしアフリカからまた今度アメリカですか、うん、大変ですね、もう体気をつけて、うん、頑張りますね、はいはい、それではどうも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、はじめましょう、すいませんでした。はい、お願いします。皆さんこんにちは、影の法務大臣柴山雅彦です。こんにちは、稲田智美です。すいません、今日は本会議が長引いてしまいまして、まあ、1時30分ぐらいからのカフェスタ出演の予定だったんですけれども、ね、ちょっと皆さんお待たせしてしまいました。まあ今日で臨時国会終わりですけれども、うん、私たちの所管の法務委員会、実は法律が一本も成立をしていないんですよ。前代未聞ですよね。本当ですね。一本も成立しないっていうのは、はい、全体でも3割強ぐらいですね。ですね、はい、うん、法務委員会ではですね、実は法律家の卵である司法修習生の生活資金を給費制から貸与制にするかどうかという問題ですとか、うん、あるいはまあ、刑務所から一度釈放された人が再び犯罪を犯さないようにするために刑の一部執行猶予という形の中で、保護観察を拡大していくという法律、また議員立法で今大変被災地のさまざまな法律トラブル、これを相談体制を充実させていこうという法案、こういったものを議論をし、そして成立をさせる予定だったんですけれども、与党内の手続きがなかなかうまく進まなかったり、また会議運営が非常に
稚拙だったりですね、うん、そういうことで、まあ、残念なことに1本も成立をしなかったんです。特にこの、一部刑の執行猶予の問題ですとか今言った被災地の、法律支援センターの充実、こういったものはもしあと数日間会期を延長すれば間違いなく成立をしていた案件なのに、今の政権は、少しでも国会を早く閉じて疑惑の追及を逃れようと、まあ、そういう姿勢に終始して一体誰のための政治なのかということを全く、理解に困らせる、そんな政治運営じゃなかったかなと思うんですけどもね。特に被災地の皆さんの法律相談の視力要件を外すとかですね、はい、もう一日も早く成立させなきゃいけない法案を、まあ、議員立法だから先に閣議をの、閣法をやれとかですね、なんかつまんないことにこだわって大事なことをやらない、本当に民主党の体質そのものっていう感じがしましたよね、部会長。そうですね、あのつまらないメンツだとか、うん、あの実績作り、そういうことになんかこだわって ね、 そ、 うですね。それで自分たちがまとまらないことについては野党である自民党に抱きついて、うん、責任転嫁をしようと、うん、どうもやっぱり信念とかあるいはその誇りというものを感じない政権運営ですよね。しかも最初の野田政権が始まってからすぐにあの初心もやらないで国会を閉じてですね、はい、意味なく国会を休んでたり、そんなことしてるからこの重要な法案もですね、はい、審議できずに本当にもう情けないですね。そうですね。でこの臨時国会で大きくクローズアップされたのは、うん、まあ、法務関係でいうと平岡法務大臣、それから、まあ、消費者関係の案件も我々、しっかりとチェックをして消費者団体訴訟の充実なんていうことも弁護士会から要望されているんですけれども、うん、消費者担当大臣の、山岡さん、はい、この方も大変いろいろなトラブル続きだったみたいですね。そうですね、あの私も山岡大臣予算委員会で質問しましたけど、うん、もう疑惑がね、あのスーツ着て、歩いてるような人ですから。なんか報道されてましたね、疑惑がスーツを着てでも本当その通りだと思いませんか。歩いてるような人だと本当に、はい、しかもね全くねあの反省もなければ、うん、もう傲慢な態度で、私全部今これ説明したら時間がなくなるのでやめますけど、うん、ここにパネルにですね、これ予算委員会で持っていたテレビ中継された時のパネルですか。これは総理が任命した時にすでに明らかになっていた疑惑だけでもこんなにたくさんあるんですよ、うん、部会長どう思います？なんで野田総理はこれだけ疑惑があると、すでに週刊誌でも分かっていた大臣を、うん、しかもそのマルチ問題って消費者団体とか、ね、消費者担当の弁護士が一番あの、ね、不安に感じている、うん、それとかね、ところなんですよね。選挙違反っていうのは、大臣がこの間当選された時の選挙で、電話作成の人にですねお金を払った疑惑で今捜査中なんです、うん、法務省は捜査中であることを認めてる人が警察の親分の国家公安委員長って、どうですか部会長、おかしいと思いません？もう笑えない冗談なんですね。そうですね、うん、まあ、この内閣の一番大きな特徴は自分たちが突っ込まれて困るところを抑えようというところで、まあ例えは悪いかもしれませんけれども泥棒を警察の親玉に据えると、そうなんです、そういう人事をしているんですよね。先ほどご指摘があったこのマルチですけれども、うん、マルチっていうのはもうネズミ講と商品売ってるかどうかだけが違うだけで全く同じようなもんですよね、うん、それをご自分が大臣がですよ、その会に行って、本当にあの会員になりましょうっていうのを講演をしたり、うん、それから自分の秘書がですねトップセールスレディーだということを自慢したりですね、もうマルチどっぷりで、しかもマルチからいっぱい献金もらってですね、でそれを収支報告書にも記載してないっていうことを委員会でも認めてですね、それも明らかな違法行為ですよね。それで、まあ、政治資金規正法の関係では違法なんですけれども、うんうん、このマルチ問題については今の法律で必ずしも正面から規制されていないから、うん、自分はいいんだっていうように開き直ってますよね。そうですね。だけれどもその法律で規制されていないけれどもみんながいろいろと困っているのをどうするかということを議論をするべきなのがこの消費者担当大臣であるのに、
本当にそんな姿勢でいいんでしょうかね。だからマルチは結局今部会長おっしゃったようにネズミ講は罰則でもって禁止されてるけど、マルチは禁止はされてないけれどもいろんな規制をしてなるだけ被害が出ないようにしてますけど、結局は消費者担当大臣のやるべきことは法の隙間で困っている被害者を救うことなのに、適法だから違法じゃないんだからいいものなんだなんて言ってる人は全く不適任ですよね。そうですね、最も不適任な人だと思います。目を転じて法務大臣についても、前回、稲田部会長代理とこの場でお話をした平岡さん、この方も、治安の要である法務大臣に全く不適格である、例えば被害者に対する同情、あるいは側院の情というかですね、思いやりの心を全く欠いた発言、さらには岩国での基地の問題についての全く、筋の通っていない対応、こういったことを改めて浮かび上がらせましたね。テレビで、臨時殺害された息子さんのお母さんに、じゃあ加害者が死刑になればそれであなたは満足ですかみたいなことを言って、それを委員会で指摘されて謝りに行きますって言って、結局謝りには行ったんですよね大臣。そうなんです、行ったことは行ったんですけれども、運転手や秘書官を引き連れて行って、公務の合間に行って、時間を気にしながら、しかも自分があの時発言をしたのは事前に十分な情報が得られなかったからだとかなんだとか、いろいろと言い訳をしながらお話をしていたんで、実は後から聞いたところによると被害者のお母さんは全く誠意を感じなかったということで怒ってたっていうんですよね。謝りに行ってさらに被害者のお母さんの心象を悪くしてですね、時間を気にして謝りに行くなんてちょっとありえませんよね。しかもオウム真理教の、大量殺人についての一連の裁判が終わって、さあじゃあコメントはと求められた時に一般論として、死刑の執行は慎重にしなければいけないって、なんでこの凶悪犯罪の後に一般論の話をするんでしょうね。そうですね、もう死刑執行できないんだったら法務大臣になるべきじゃないですよね、こんな人が本当に不適任だと思います。はい、でも、はい、でもですね、でもやっぱりこれ不適任な大臣を任命したのは誰かっていうことをですね、そうなんですよ、やっぱり追及しないといけないじゃないでしょうか。今この時間に実は参議院の、本会議で今申し上げた、山岡消費者担当大臣、それから先ほど、今津国防部会長が市川防衛大臣についてのこともおっしゃっていましたけれども、この沖縄の心を全く踏みにじった市川防衛大臣、この2人の問責決議案が審議をされている最中なんですね。ただやっぱりこうした問題大臣を、さまざまな党内力学ですとか、あるいは党内融和、こういうことを、優先して任命した野田総理のやっぱり責任ですよね。そうですね、で私もね、市川大臣ありえない、それから山岡大臣は捜査中の国家公安委員長、政治資金規正法違反の国家公安委員長、マルチを推進していた消費者担当大臣で、どうして適任ですかって質問しても、総理はですね、適材適所だとか、ご本人が説明されるとかですね、そんなことで逃げてますよね、スル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 。でも私この2人が小沢グループだっていうこと以外にですね、2人を任命する理由は全くないと思うんですよ。一般のテレビを見ていらっしゃった方々も、そこは非常に強い違和感を持ったと思うんですよね。ですから、内閣支持率がどんどん下がっているというのもうなずけるかなというように思いますし、この問責大臣をこれから、もし政府が更迭をしたり、あるいは本人たちが 今更辞職をしても、重要な事柄をしっかりと迅速に対応できない決断力のない総理大臣、内閣と
いうことでイメージがさらに低下をするのは間違いないと思いますね、うん、それに私ね、まあ、少しホームとはかけ離れますけど、うん、今消費税にしてもね、はい、なんか結論さえ正しければいいっていうような言い方をするんですけど、うん、そもそもあんな風に選挙で嘘ついて、消費税いらないって言っときながら消費税は正しいんだっていう、そういうですね、全くこうなんていうか民主主義っていうのを踏みにじってますよね。そうですね。そういうことにやっぱり私たち法律家としても腹立ちませんか、はい、いやだって国民に約束したことをね、うん、全くそのしっかりとした説明もなくですよ、いや国民のためには消費税上げた方がいいっていきなり出すんだったら何のために選挙やったんだ、うん、っていうことですよ。その一方で許せないのが、うん、なんか前原政調会長がヤンバダムの建設推進に関して、うん、いやマニフェストに書いたことだから、うん、これについては建設推進は慎重にしなければいけないって言ったっていうじゃないですか、うんうん、もう言ってることとやってることがもうむちゃくちゃですよね。わけですよね。あっちでいいことこ A と言い、こっちで B と言っても全く整合性がつかなくなってるっていう、それに対して全く反省もなければ、うん、申し訳ない気持ちもなければ普通だったら恥ずかしいなって思うと思うんですけど、そういうのもないですね、うん、さてそれではですね、うん、まあ、前回、皆さんからの声を、聞く時間を取らなかったので、今日は皆さんの声をちょっと不適任だらけ内閣、鳩山法務大臣の復活を、あ、こちらの鳩山邦夫さんのことですね、おそらくね、はい、うん、まあ、死刑の署名を、まあ、たくさんされたっていうことですよね、震災復興祭の売れ行きが芳しくないというニュースを見て心配をしていますと、うんうん、安住財務大臣がなんか一生懸命アピールをしているということですけども、安住財務大臣のアピールだとどうなんでしょうね、うんうん、どうでしょうね、あとは、いろいろありますね、うん、今の内閣でプロフェッショナルな大臣っているんでしょうかと。どうでしょうか、 いませんよね、うん、僕ね、今の民主党の閣僚のメンバーというのはやはり、顔がイメージがいいかどうかと、まあ、顔の作りということじゃなくてですよ、例えば蓮舫さんが発信力があるからということで、うん、仕分けの担当にしたりですね、うん、あるいはその、まあ、行政刷新、うん、公務員制度改革の、責任者にしたりと、うん、でも実は公務員制度改革っていうのは非常に深い、うん、まあ、知識と経験が必要なわけですし、うんうん、本当にそういう意味ではイメージとかパフォーマンス以外に適材適所というところがどれだけ守られているのかなというのは、うん、ただ山岡大臣とか市川大臣ってイメージいいですか、うん、だからなんで、あ、これはもうおっしゃる通りですね。これはさっきおっしゃった党内力学、ね、それ以外ないですよね。イメージ意味良くないですよね。だから、まあ、いくつかの目玉と、うん、とあとは小沢さんに気を使ってるっていう以外ないかな、党内融和に気を配っていると、ね、うん、まあ、ありがとうございます。じゃあちょっともし他にも面白い声があったらメモを差し入れてください、うん、はい、話は変わりますけれども、はい、稲田先生は今国会大変お忙しかったと思うんですけれども、はい、ちょっと、休みが取れたり時間があったりした時には普段はどういうことをされてるんですか。え、いきなりですか。いきなりそうですか。いきなりでしたね、はい、うん、今国会中はちょっと、ね、休みっていうのがなかったんですけれども、まあ、私猫飼ったんですね。猫をね。あ、そうなんですか。で、猫アレルギーなんですけど。猫、どういう脈絡なんですか。だから猫アレルギーなんで猫飼って、まあ、ね、マスクしながらその稲田アンって言うんですけど、その、え、稲田アン。アンっていう名前、猫の名前。あ、名字と名前つけてるわけですね。稲田アン。なるほど。いや、まあ、会うのが楽しみです。そうですか。部会長は何を楽しみにされてるんでしょうか。そうですね、まあ、僕は残念ながら猫は飼っていないんですけどね。あ、
お嬢さんが今年生まれました、ね、お嬢さんがいらっしゃるから、はい、お嬢さんに会うのが楽しみじゃないですか。そうですね、今0歳でようやく捕まり立ちをしだしたというところなんですけどね。可愛いですね、すいません、なんか、変なプライベートな話をしておりまして、しかし猫アレルギーなのに、ね、猫をあえて飼うっていう、違うね、猫アレルギーだっていうことを、ね、猫が来る日に思い出したんです。だからもう運命の猫なんです。その猫は運命の猫、私が猫アレルギーだっていうことを忘れるぐらい可愛い猫だった。ああ、そうだったんですね、うん、だから運命の猫が来、はい、ました。いや、稲田先生らしいエピソードでした、うん、可愛いんです、はいはい、ということで、あれですか、なんか、はい、何でしょう、街頭演説の予告、そうですね、はい、今日ですね、まあ、このあといろいろと問責決議の動向もありますけれども、夕方の5時から有楽町の糸島前でシャドーキャビネットの街頭演説会を開催いたします、谷垣総裁、茂木政調会長をはじめシャドーキャビネットのメンバーが一堂に会して、うん、今国会での民主党の対応について、また私たち自民党が一体これからどのような政治を目指していくのか、そういうことについて皆さんに心を込めて訴えてまいりたいと思います。お時間のある方はぜひ糸島前まで聞きに来てください。ということで、はい、もうあっという間の時間ですけれども、うん、今日はこれで終わりとさせていただきます。稲田部会長代理、本当にありがとうございました。ありがとうございました。来年今回はちょっと柔らかい話を混ぜようと思って。はい、
復興のための第3次補正予算が上がったのはいいんですけれども、まあ、自民党はですね、精一杯それに協力しながら、また必要な法案も議員立法を出しながらやってまいりました。それにしましても虚しさ感じるんです。私たち自民党が、被災地の復興のために必要な予算を出した夏にですよ、それをですね、ほぼ同じ形でやっと今、もう本当に寒くなった今、今国会で上がったということでありまして、まるでお中元だったものをお歳暮にするみたいなですね、被災地の皆様を本当にたまらないだろうというふうに思います。もう聞きますと雪が降っている、冷たい雨、本当にですね、仮設の皆様はお寒いでしょうし、本当に悔しくて歯がゆくて、なりません。私は自民党のシャドーキャビネットの内閣府特命担当大臣の参議院議員山谷絵理子でございます。民主党の内閣で言いますと、蓮舫さん、男女共同参画、少子化、それから消費者問題担当の蓮舫さんの担当を私がシャドーキャビネットで預かっております。また山岡拉致国家公安委員長担当大臣のですね、担当も預かっているということでございまして、まあ、どのようなやり取り、もっと本当はたくさん委員会開きたかったんですけれども、なかなか向こうが、民主党が開こうとしないということでございました。まあ、予算委員会なんかもテレビ中継見ていらした方は、大臣同士で誰が答えるのみたいな感じでですね、本当に十分な答弁能力がないまま、今国会十分に委員会開かずに閉じてしまうというような状況でございました。今日ですね、自民党の内閣部会、来年の概算要求と予算編成ですね、それから税制改正について、議論をいたしました。特徴的なものを挙げますと、サイバーテロ、サイバーインテリジェンス、それから原発のテロ対策、警察が増員されて、予算も充実してきています。しかしながらですね、例えば外国からの攻撃、サイバーインテリジェンスに対して、日本というのは
スパイ防止法まだ成立しておりません、自民党はスパイ防止法を出しておりますけれども、成立していないんですね。スパイとは何か、あるいはですね、その罰則もない、そのような国とですね、国、十分な情報交換が、まあ、できないわけで、ございます。スパイ防止法を早急に、成立させなければいけないと自民党としては考えております。また原発テロもですね、今回の福島の原発の事故で、電源を切ればですね、テロリストたちが、まあ、大変な事故になってしまうということが分かったわけでございまして、これまでの対策とは違う対策、警察の増員も必要でしょうし、あるいは場合によってはですね、自衛隊との連携とか、あるいは非常事態の時に国民の皆さんにどう動いて、いただくかというようなことも含めて、考えていかなければならない、そんな状況にあるんではないかと思いますが、まあ、民主党政権はそのような問題把握はしておりませんし、これも引き続き自民党としてですね、十分な安全対策考えていくべきだということを主張していきたいと思います。内閣府はですね、海洋政策というのもあるんですね。でこの海洋政策、私は個人的には超党派の領土議連の会長でもございます。日本は島国だと言われております。面積は小さいんですけれども、海洋面積、排他的経済水域というものも入れればですね、世界で6番目に広い、そういう国なんですね。でその排他的経済水域の根拠になる島々が99ありまして、そのうちまだ39、名前がついておりません。これを早く名前をつけてですね、そして、まあ、沖ノ鳥島のようにですね、補強が必要な部分もあるでしょう。まあ、今朝もですね、そういうところはですね、きちんと補強すべきではないか、あるいはですね、資源の調査もすべきではないか、名前をつけてですね、しっかりとご先祖様からお預かりしている領土、領海、守らなければいけないという視点で、自民党は頑張っていきたいというふうに、思っています。それからですね、税制改正で、実は民主党はインデックスという民主党の考え方が書いてある、まあ、政策集があるんですが、まあ、そこに扶養控除の廃止、縮小廃止、配偶者控除の縮小廃止ということが、まあ、書かれているんですね。自民党は家族を守る、家族というのは本当に次世代を、あるいは愛の共同体を守ることによって社会、国を安定的に繁栄させていけるという意味で、素晴らしいものである、だから尊重しなければいけない、保護しなければいけないという考え方で、まあ、控除という形を取っていたんですけれども、民主党はどうやら家族解体というような、まあ、政策、多様な家族、多様な生き方を応援するという綺麗なの表現でですね、実は家族解体、扶養控除廃止、それから、実は来年配偶者控除の廃止も考えていたようですが、まあ、消費税の増税というようなこともあってですね、考えもあって、配偶者控除は、抜本改革ということで先送りするというようなことにはなっているんですけれども、私たちはですね、この扶養控除、配偶者控除、家族を守るというこの税制はですね、守り抜かなければならないというふうに思っております。少子化問題もですね、子ども子育て新システムって、私はもうこのタイトル、名前からして抵抗あるんですよ。子育てをシステムっていうようなですね、ことで名前をつける感覚ってどんなんだろうなと思うんですが、まあ、要するに幼稚園と保育園を一体化していく、そのためにまあ株式会社の参入などもさ促進するための税制改正というのがもう盛られているということが今朝部会で、確かめて、まあ、だんだんその全容が分かってきたんですけれども、そうしますとですね、もうどんどん子どもが長時間保育というのが基本になっていく、そんなんでいいんだろうかというふうに思います。国立社会保障人口問題研究所の調査ではですね、例えば同性よりも結婚すべきだとか、あるいは離婚すべきじゃないとか、
あるいは未婚の女性の 75% がですね、子供は小さいうちは家にいて育てたいとかですね、そういうふうにむしろ伝統的な価値観を大切にしたいと思う人たちが、伸びているんですね。2000年ぐらいにはそうじゃない価値観の方が強かったんですが、だん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 伝統的な価値観、家族の価値というものに、目を向けて、そしてそうした政策をしてほしいというような人たちが増えてるわけですから、民主党は家族解体、子ども長時間保育しても平気というような方向で行ってるわけですから、私はこれは時代に逆行している、国民の皆さんの思いに逆行しているんではないかというふうに思います。多様な選択肢を用意することは大事ですけれども、基本はですね、どのように子ども慈しみ育むか、そして家族という愛の共同体をいかに守っていくか、それがあってこそ自助、互助、公助というような、素晴らしいですね、日本の家庭、地域社会、それから国が守れるんだというふうに思っています。頑張っていきますので、また応援よろしくお願いいたします。変わらないでと心からね。